はい、お願いします。録画機のコンセントだけ忘れて往復20分行ってきまして怒られてます。最近さ、見てるやろ、しおり。チャイニーズの方はまだ見てないけど、めっちゃしおりがよくって、その1秒あ1の1からですね、ちびおさんとチキンさんを中心に可愛いって言われる説があるんですけど、それについてどう思いますか？どうぞ。行くよって言われました。もう感無視感どう思うかな。でもあかんよね、それ。詐欺っていう前超えてるやん。いける、790超えるまでやるっての。あ、99を超えるまでね。なんでやねん、前の点数超えようって。あと何やったっけ、言おうとしたこと、もう一個教えて。あ、トーク飛ばし。俺ね、チャイニーズについてるのとかで一人でさ、俺が面白くないと思ってたことが面白かったんすよ。あ、違う、何言ってやん。俺が面白いとか感じてないところがあれによって面白く、しおりによって面白くなるんですよね、なんぜか。あ、牛乳か、俺。牛乳全然知らんよ、俺。で、それ面白いよ、つってる中で、トーク飛ばしがやっぱり一番面白いですよね。バッサリ行くところ。で、このトークもバッサリ行ってほしいっていうのをやめて。言ってないね、それはね。はい。作り話じゃない、今、わざと言ってん。言ってないね、そんなことはね、っていうところまでが一つやん。ちょっと待って、もう全然できんわ俺このゲーム。できるぞこのね。1個目めちゃくちゃ難しかったやな。あ、めちゃくちゃじゃないけど、そういう一番難しいやつ来たな、1個目に。ていうか、このコントローラーめっちゃ、やっぱりコントローラーあるな、これ。これ今今日初めてバイトのコントローラーでやってるんですよ、元バイトの。すっごいやりやすいわ。これコントローラーの耐久性弱くない、ジョイコンって。もう2個目やぞ、よくなくなったの。なかなか。はい、ずっと怒られてますね。コップ送って、今聞こえたんじゃない今の声。その方言が可愛いねっていうのもあったんですよ。それについてどう思います？あなたの口癖ちゃいちゃうちゃう。それどう思います？あれ方言なんかちゃうちゃう。これ何すればいいの俺次？あ、違う、チョコあっち渡すやつやな、これ俺。チョコってあっち渡すやんの。今渡しました。でこんなやりやすいコントローラーでやってないの。プロコンって、プロコンの方がやってないし。これ始まるまでがあれやで、点数狙おうとは余裕なんやね、多分。始まるまでに1個多く作っちゃえばクリアできるってこんな感じかの。何もないよ。何もすることないもん。マシュマロもないし、あった。コップないことないよ。今出てきたばっかです。いいやな。800点。まあこれはいかんよね、今回は。でもこれでも最近やったばっかなんやね、よく考えて。2個前にやったばっかなんや、動画的には。あった回数的には2日でクリアしたもんな、1の5までな。そっかなんか減らしたでんの、あれを。ここでかけとく、こうやって。あ、いいね。コップって
まとめて送らん方がいいんか。あと30秒でいけんでやり直すか。 なんていくんだっけ。790いけるか。790こんな遠くで行っちゃっても面白くなくない。ねえ、この遠くで行くの、この面白くない遠くで行くの。1周年点数もうあれ行きたくねえなと思って、早く早く早くって言ってよかった。一緒で800いくよ。いいっすか。え、いかんのか800。怒られました。次の面行ってきます。すいません。あかん、動画的にはあかんやん。でも大丈夫これ5分55秒。わかりました、失礼いたします。次でも